はい、大島愛子です。今日はですね、可愛いアンパンマンを作ってみようかなと思います。で、最近ね、実家で母が読んでいた禅の本がありました。その本にね、こう書いてあったんですよね。人の話を聞くっていうのは六徳を増すのかな、要はね、6個の徳を得られるっていうんですよ。で、自分の罪も人の話を聞くことによって、それもね、最後まで話を聞くっていうことらしいの、ね、で、やっぱりね、途中で口挟んじゃうじゃない。だけどそれを、人の話を最後まで聞くっていうことが、仏教の教えでは6個の徳を積むことになるそうなので、人の話をね、最後まで聞こうかなって思うんだけれど、あ、ごめん、ちょっとね、それでとかね、言っちゃうんですよね。なので、人の話を最後まで聞くことにちょっとします、しようかな、努力をしようかなだってまあ難しいこともあるからね。難しいね、うん、でね、あと私の Facebook の方でですね、ある方がメッセンジャーで最近のその食についてどう思いますかみたいな、添加物とかね、そういうの意見を求めて来られた方がいるんですよ。だけど、もう私はそこまで考えるともう何も食べられなくなっちゃうし、特にキャラ弁なんてこういうカニカマ使ったりね、これ着色料じゃないですか、間違いなくね、使ったりするじゃない。そうするとあれもダメこれもダメってなると、私はこのお弁当の中でラブレターとして子どもたちに伝えたいっていうその理念がね、なくなってってしまうのね。あれダメこれダメって言って言ってると、ただ私はお弁当の中で笑顔を作りたいだけなのね。なので、その専門家的な栄養のことまでは正直言うと、まあ、私はあんまり考えてないです。笑顔が一番体にいいかなと思っているからですね。ということで、今日ね、アンパンマンなんですけど、実はこういうそぼろも初めから作るのではなく、こう瓶に入ってね、これ鶏そぼろなんですけど、こういうのが出回っています。こういうのを使って茶色い色使ったり、カニカマだったりとかね、使ってもいいんじゃないかなと、まあ、正直思ってます。ということで、今日簡単に作っていこうと思います。この番組では大島愛子が、勝手気ままにお料理を作ったりキャラ弁を作ったりしていきますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。
ということで、アンパンマンの出来上がりです、鶏そぼろを使ってですね、ぜひこのアンパンマンおにぎりを作ってみてくださいね。本当にね、簡単にできるので、ぜひぜひチャンネル登録してみてください。バイバイ。やれ。